鳥不安なら一度は行ってみたいと思う舳倉島は、輪島沖 50km にある絶海の孤島なんです。半年も前から計画していても、当日の天気次第で欠航してしまうコールです。今朝は4日ぶりで出航すると聞けば、小躍りしたい気分になります。少し沖に出ただけでも、昨日まで歩いていたという日本海の荒波は船を大きく揺らします。船酔いの経験がない私でも、この揺れには完全に合う。1時間半の船旅を耐えるしかないんです。舳倉島の標高は 12.4m、 一周しても約 5km しかない小島ですが、大陸と日本列島を往復する渡り鳥にとっては格好の休息地になっているんです。年間を通して確認されている野鳥はおよそ300種類と言われ、それを目当てに全国からバダーが集結する野鳥観察の聖地とも言われています。島には2軒の民宿がありますが、半年前でも予約が取れないほどなんです。私たちは知人のつてを使って、その中の1軒、つかさに数日間泊まることができます。すぐ早々驚いたのは、季節限定でも見られるか見られないかのような鳥が民家の庭先で普通に餌を漁っているんです。その中にベニヒワという初めて聞く鳥もいるんです。ベニヒワで驚くのは早かったようです。オオヒバリ、台湾白石霊は舳倉島でしか見られない鳥という話です。舳倉島の住民は冬は数人程度ですが、漁場が豊かなのでシーズン中は輪島あたりから島あたりという人たちが戻り住んでいるんだそうです。つかさで昼食をとり、改めて鳥取りに出かけます。島にはいくつかのポイントがあるそうですが、まず向かったのは港に近い広場です。ここで目にしたのは、名前も知らない当然初見の野鳥ばかりでした。
未知の鳥を追った1日目が終わりました。2日目からは4時起床、夜中に渡ってきた鳥を探すんです。5月の下旬、ここで冬鳥を見たら、日本から大陸に帰る鳥です。夏鳥なら大陸から渡ってきて日本列島に向かう鳥とわかるんですが、それらの鳥が一緒に餌を探しているんで、不思議に見えます。島にも小中学校はあります。ただ通う生徒がいないので休校中です。校庭では小鳥たちがのびのびと遊んでいます。学校の裏手は島のシンボル、灯台ですが、この敷地が最高地点の 12.4 メートルです。灯台には猛禽類のハヤブサが陣取っていますし、上空にはハイイロチュウシという猛禽類が餌を探しています。暴風林に逃げ込んだ小鳥たちは、警戒しながらも渡りに備えた体力づくりです。診療所から西は暴風林の中を歩くんですが、オルリなどが見られる野鳥の宝庫です。突然、オオカラモズという希少種に遭遇しました。この鳥は観察難易度8という絶滅危惧種だそうです。無論、舳倉島でも特別だそうです。5日間の滞在中、1回しか見られなかった鳥もいれば、コマドリのさえずりは、やぶの中から一日中聞こえたりしていました。他にも、北海道の草原で見られるというノゴマや、やぶに雨が降るようなさえずりが特徴の
やぶさめも姿を見せてくれました。絶海の孤島だからこそ、渡る途中の野鳥たちが休息のために立ち寄る場所。一周5キロにも満たない小島に、なぜバーダーが憧れるのか、来てみて分かった舳倉島でした。